ク、渡辺ようやく主歌手こと斉藤主歌です。お願いします。そしてはい、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会ショーランジャクホーミンこと本本明奈です。よろしくお願いします。はい、続いてはい、ラブライブスーパースターリエラ韓国役リージョンことリユです。よろしくお願いします。はい、ということで今回は情報盛りだくさんでお届けスペシャルということで、スクフェス2に関する情報をたくさんお届けしたいと思います。はい、はい、ということで早速ですが、うん、まず大事な情報がございます。なんと本日この後21時より Google プレイ、Apple Store で、うん、スクフェス2のストア事前登録がスタートします。やったー、イエーイ、はい、早速始まっちゃうのでね、まあ、この放送の後ですね、ちょうど終わった頃くらいだと思うので、スタートするから、まあ、私も事前登録後でしようと思います。みんなしよう、みんなしましょう、みんなしましょう、みんなしましょう。はい、せっかくなのでね、事前登録の方法をね、ちょっとご紹介したいなと思います。本人よろしく。はい、App Store では生放送の後に Twitter でお知らせするリンク先で入手を押してから承認を押してください。承認が完了すると予約注文済みと表示され事前登録完了となります。はいはい、そして Google プレイの方では生放送の後に Twitter でお知らせするリンク先で事前登録を押してから OK を押すと事前登録完了となります。簡単、はい、とっても簡単、もう誰でもできる、シンプルです、すぐできる、はい、まあ、とりあえずリンク先はもう押せばいけるってことよ、うん、なんかもうタップ、すぐタップ、すぐタップしてください。はい、はい、ということでね、皆さんね、21時に、事前登録ね、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、今回もハッシュタグをつけたツイートで番組の実況などをして一緒に盛り上げてくださいな、ということで D ちゃんハッシュタグお願いします。はい、こういう感じです。スクフェス2、スクフェス2、うん、はいはい、じゃあこちらのハッシュタグスクフェス2をつけて番組の実況、スクフェス2に期待すること、私たちへのメッセージなどなど、どんどんつぶやいてください。素敵なつぶやきは番組内でご紹介させていただくかもしれません。はい、早速来ておりますね。あおみさん、スクフェスやりながら見てるそうやって見るの、はい、はい、お、よたろうさん事前登録来た、いやいやいや、来たよ。コハナさん、みんな可愛すぎる、あ、ありがとうございます、すいません、なんかね、そんなのも当たり前なんですよ、そういう話は。可愛いとかも全然もう、どしどし書いていただいてから、可愛いトレンドで目指していきましょうまあ、もちろんね、スクフェス2に期待することたちいます。もちろん私たちメッセージぜひぜひつぶやいていただけたら嬉しいなと思います、うん、ツイート引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。さて本日の生放送ですが、うん、スクフェス2の初出し情報やリリース時期の発表なども予定しております。ぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、それでは皆さんと一緒に番組スタートの駆け込みをしたいと思います。はい、はい、私たちがスクフェス2スペシャル生放送と言ったら YouTube のコメントかハッシュタグスクフェス2をつけたツイートでスタートとコメントしてください。それでは皆さん行きますよ。情報盛りだくさんでお届け、スクフェス2スペシャル生放送スタート。まずは先日発表された通り、スクフェスことラブライブスクールアイドルフェスティバルが3月31日16時でサービスが終了となります。スクフェスを愛してくださった皆さん、そしてプレイをしてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、すごいツイッターとかでもトレンド入りをしたりとか、ちょっと反響がすごく大きかったですけど、二人はね、すごいめちゃめちゃやり込んでるっていう噂、いやもう思い入れはすごいですよ、はい、私の青春を捧げたアプリですからそうよね、ちょっとね、いよいよね、はい、
私もこのスクフェスでこのラブライブっていうものを知ったりとかっていうのがあったから、うんうん、やっぱここからねラブライブってこういうものなんだなっていうねアプリから入ってくださった方とかもきっといると思うので、うんはいまあ、なかなかねサービス終了ってなるとねえまあまあマジみたいな、ね、ちょっとざわつきがすごかったんですけど、まあ、今日はね、まあ、そんな暗い感じではないので、うん、そう前向きに行きます私たちは、はいはい、リュウさんからいただきましたよ。スクフェスありがとう。あケケさん10年ありがとう。長いすごい。そうです。10年行く直前で終わるから。そう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 一応ねギリギリ行ってないんだけれども、そうなんです。4月で10周年らしいのよ。10年前の最後の1日、ね、そう10年になる前の最後の1日はい、はい、ということで、はい、長い年月ですけれども、うんはい、でスクフェスはサービス終了となりますが、すでに発表されてい、はいはい、いる通り、あの、うんうん、新しい の, あのスクフェス2のサービススタートに向けて、さまざまなことが動き出していってます。動いちゃうよと、はい、ということで、うん、スクフェスを楽しんでくださっている皆さん、そしてスクフェス2を楽しみにしてくださっている皆さんのために、こちらのコーナーに行きたいと思います。おたっぷりお届け、スクフェス2最新情報大発表会。はい、早速ですが本日は出し惜しみをせずに、うん、スクフェス2の情報をお届けしていきたいと思います、うん、ということでまずはスクフェス2の公式ツイッターアカウントについてです。現在のスクフェスの公式ツイッターアカウントがアイコンやバナーを変更した上でそのまま継続して使用されます。なるほど、ね、ですのですでにスクフェスの公式ツイッターアカウントをフォローしているあなたは引き続きこちらのアカウントで情報を確認してください、うんうん、そしてまだフォローしていただかったよーというあなたはぜひ今すぐにフォローをお願いいたします。そうなんか知らない人来ましたけどが本人じゃない人いましたけどまあまあまあでもこのね生放送を見てる方はもちろんフォローはしてると思うので、そうだね、絶対してるでしょ、はい、してなかったら絶対しなよ、まあまあまあ、してなかったらね私たちのことはフォローしてねそれいいね、それいいね、それめっちゃいいじゃん。ぜひ私たちのフォローも、はい、ぜひよろしくお願いします。二人とも公式でやっておりますので、ちゃっかりと、はい、はい、そして続いての情報ははい、続いてはキービジュアルです、はい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 、現在公開されているほのかちゃん、ちかちゃん、あゆむちゃん、かのんちゃんの4人が描かれたあのティーザービジュアルは皆さんすでにご覧いただいていると思いますが、うん、本日は5種類あるキービジュアルの中からメインキービジュアルを初公開させていただきます。おメインか、おメインのものが、なるほどね、これはもう初公開ということで、ドキドキワクワク、すでにね出てるやつもねめちゃめちゃいいけど、あの、はい、我々3人もねあの固くなりリハ中はあの見せてもらえなかったので、いや一緒にみんなと一緒に画面で見たいと思います。はい、はい、それではご覧ください、どうぞ。ドン、おお、かわいい、ステージ出ましたね。そうですね、あーなるほど、ティザーではねステージに向かっているみたいな感じだったけど、メインの方はステージ上での乗ってます。おしゃれですね、なんか絵からもちゃんと物語があるんでいいよね、うんうん、はい、かわいい、めちゃめちゃかわいいです。こちらのキービジュアルなんですけど、タイトル画面はもちろんその他の場所でもたくさん使われていく予定です。お楽しみにしてください。はい、それでは続いてピックアップするのは、はい、次はライブです。ライブです。まあスクフェスといえばですね、やっぱりライブでしょうということで、うんね、ライブのご紹介をしていきましょう、うん、はい、ライブのポイントは大きく分けて2つ。ほいほい、1つ目のポイントはラブライブシリーズの楽曲が全曲遊べることです。全曲、はい、全部遊べます、うん、そして2つ目のポイントはこれまでの体験をそのままにライブ画面が進化していることです。すごいな、なるほどなるほど、はい、ということで改めてそれぞれのポイントを簡単にご説明し
しましょう、うん、ということで一つ目のポイントのご説明をする前にメールを一通ご紹介しましょう。りーちゃんお願いします。はい、うん、お名前てこすけさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。スクフェス2にはラブライブシリーズの全楽曲が収録されると発表されてましたが、はいはい、全楽曲というのは、うん、ミューズ、アクアとか以外にも、うん、アライズとかの曲も入るでしょうか、うん、そしてさらにはスクールアイドルミュージカルの曲とかも入れているんでしょうか、うん、といただきました。あ、確かに全曲って言ったけどね。そうですね、どこまでなのよっていう、まあね、どこまで、はい、ライブシリーズかなりありますからね。結構あるよ。かなりありますけれどもだいぶ大きくなりましたからね本当にすごく大きくなったので、はい、はい、ということでこちらをご覧ください。ドン、はい、スクフェス2ではミューズ、アクア、虹ヶ崎、リエラの楽曲はもちろん各ユニットやソロ曲、そしてアライズ、セイントスノー、サニーパッション、ウィーン、マルガレーテ、さらにハスの空女学院、スクールアイドルクラブ、スクールアイドルミュージカルの楽曲も遊べちゃいます。その数はなんと合計500曲以上。わー、多すぎる。すごい。まあもちろんね、今後もどんどん新曲が追加される予定ですということで、うん、本当に全曲です、はい、全部ですね。すごい容量がとんでもないことになりそうですそうですね、もう専用の iPhone を1台買いたいぐらいの。いや確かにそうだね。でもすごいボリュームですよ、うん、しかもさらっと言ってますけど、ハスの空女学院とか ね、まだまだ情報出てないところですけれども、はい、いやスクールアイドルミュージカルまで楽曲入っちゃうということ で、ね、私も ね見に行きましたけれども、めっちゃ素敵な楽曲たくさんあるのでね。でも楽しみですね。まるっと、楽しみですね。ゆう文化人さんからいただきました。500曲？いや500曲。そうだよね。あるよ。ね、あるよ。こっちとしてもびっくり。500曲みたいなっていう。すごいよってラブライブシリーズ。すごいですね。ということでね、そして、びっくりびっくりびっくり。先生。そしてもう一つのポイントもご説明しましょう、はい、うん、あ、私すいませんでした。はい、スクフェスといえば9つのタップゾーンに向かってリズムアイコンをタップするのが特徴ですね、うん、はい、スクフェス2では基本的なシステムはスクフェス1を踏襲しているのですが、より内部感を味わえるようなモニターの設置、見づらかったスキルカット演出の改善など、さらに楽しんでもらえるように進化しているそうです。進化。いや、カットインが見づらいって自覚はあったね。え、ね、すごいそこ気になって。見づらかった、なんかでも言うって素敵なことだなって思った、自覚はありましたよっていう。それでもちょっと、ね、あのいろいろ工夫はしたんですけどっていう、ちゃんとユーザーの声をしっかりとね、あの見ているということでございます。届いてるっていうことだからね。確か最初からもうオフしたんですよいや、まあ確かにね、水のもうね、最初からオフ確かにね、可愛いんだけどね、とっても可愛いけど、本当に、はい、うん、やっぱね、ガチでやるとね、まあ、ね、そうですね、ちょっとね、はいはい、なんか邪魔だなってなるでしょだいぶね、いい感じにしろんと入ってくるからね、そうですね、はい、ということで、どう進化しているのか言葉で説明するよりも実際に見ていただいた方がいいと思うので、うん、特別に開発中のデータが入ったスマートフォンを用意してもらいました。イエーイ、はい、お、ビル式さん、まだ実際にゲーム画面は見れないのかなって思うでしょ見れちゃうんです、今日ドライフラー見せちゃうんですよ、はい、楽しい。実際にプレイしてみたいと思います。ということで今回はアクアさんの楽曲をプレイしたいと思います、はい、せっかくなのでシュカさんにプレイをお願いします。ちょっとな、なんか私でいいのかなっていやいやいや、上手い2人がいるからさじゃあやっていきたいと思います、はいはい、じゃあちょっとミラーボックとかにしようかな。ちょっとノーマルにします。ノーマル一番簡単なやつに、うんうんうん、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、ライブスタート、よし、もう行くよ、スタートしちゃうからね。行きます、やります。ちょっとドキドキするな。おお、なんか久しぶりにやるこういうの、なんかこの生配信でこのスクエスやるって懐かしい。なんか感謝祭とかじゃないとやらないです、ね、おお
終了するけど、あ、何も心配なさそう。そうだね。確かになんかね、もうあの一緒だ、ね、そう画面とかがね、ほぼほぼそのまんまで、全体的にちょっとね、あのパワーアップしたな、レベルアップみたいな。進化するよっていうね。はい、そうですね。プレイしてみてはいかがでしたか。いや、なんかちょっと久しぶりに生配信でスクフェスやったからちょっと緊張しちゃったよ。でも全然めちゃめちゃコンボも続いてます。でもな、ちょっとノーマルだったからな、もっと難しいやつとかやってなんか失敗すればよかったわ。あ、逆にこれなんか気にしてるでしょ。でもなんかあのさ、音とかもさ変わってなかったから、ちょっとなんか同じ安心感がある。なんか、あの音なんかいいね。ちゃんとこれからもシャンシャンするって言えるっていうこの喜びが一応、ね、いいね、いいですね。はいはい。さてさて、実際にプレイしてみたところで、うんうん、続いて次にピックアップする情報を発表しましょう。はい、お願いします。はい、ストーリーです。おー、ストーリー、ストーリー。はい、スクフェス2では学校やグループごとにいくつかのストーリーが用意されています。スクフェス、スクスタにはない新しい形でのストーリー展開もあるとのことなので、はいはい、順番にご紹介しましょう。まずはすごいことがあります。チャットです。チャット、チャット、はい、チャットはですね、スクールアイドルと交流ができちゃうシナリオコンテンツです。個人チャットとグループチャットでたくさんの交流を楽しめます。チャットはスクールアイドルとの絆を深めることで解放されていくようなので、どんどん絆を深めて、あのたくさんのチャットを解放してください。チャットいいのこれ。そうです、お話できるってことですよね。連絡できちゃ
うみたいな気持ちになるからね、こっちもね。なんかすごいこと、うんうん、個人チャットとかちょっとね、なんか秘密の会話してるみたいな気持ちになりますけれども。でも気になる、なんか個人チャットとグループチャットでなんかどういう感じに変わるのか、うん、そういうの気になるし、うん、確かに。いや、いいな、チャット普通にやりたい。あ、これ楽しみですね。カムサワさんかな、チャット。ハザラさん、シュカー、シュカと、シュカと、シュカと、え、な、え、なんか、え、する。え、全然してもいいけど、全然してもいいけど、全然してもいいけど、なんでシュカと。全然いい、はい、いいけどね、別に、うん、いやでも気になりますね、チャットは、うん、本当に、はい、ね、どんな感じになるんでしょうか、うん、はい、続いてはイベントストーリーです。はい、こちらも学校やグループ別でいくつかのストーリーが展開されていきます。スクフェス2でしか見られないメンバーたちをぜひ楽しんでください。はい、はい、ね、はい、はい、そして続いてのストーリーはスクールアイドルの日常です。お、日常って言葉はいいよ、本当に、なんかまた新しいこと、はい、うん、スクールアイドルの日常は普段スクールアイドルとして活動しているメンバーたちの日常風景を収めたショートムービーです。なんと学校グループごとに展開されるこちらのストーリーでメンバーの普段の会話などが見られちゃいますっていう。お、普段の会話っていうのがね、大きい。日常はいいよ、本当に。これは何なんですか、ね、何なんですかね、一体どんなものなのと思っている皆さんに嬉しいお知らせです。何、はい、今日はですね、スクールアイドルの日常の一部をご覧いただきたいと思います。見えるんです。ということで今回ご覧いただくのは、はい、ニニ学の日常の一部です。いいね、わー。それでは早速映像をご覧ください。どうぞ。ざわあ、おはよう、ランジちゃん。あら、あゆむ、おはよう。今日は早いのね。うん、今日は日直なんだ。早く来すぎたかなって思ったんだけど、ランジュちゃんはいつもこんなに早いの？そうよ、ランジュは何でも一番がいいから。でも一番乗り記録は昨日で終わりね。ごめん、記録の更新止めちゃったね。いいのよ、ランジュは高い壁ほど好きだから、次の記録を作るのが楽しみよ。おー、まあ、これは日学の日常の一部でした。はい、はい、はい、まあ、まだね、なんか一部だから、ね、まだ続きもあるんだよね。でもちょっとしたなんかアニメみたいな ね、ストーリーがちゃんとムービーで見れるっていうのが、いや、結構でかいな、ショートムービーで見れるっていうのが。あっちさん、日常助かる、わかる、うんうん、バルカンさん、歩むとランジュだ。カシューさん、これゲーム内で見られるの？見られるよ、うん、これはゲームの中で。それがすごいよね、ゲーム内で見れるっていうのが、うん、すごいよね、うん、はいはい、で、本日ご覧いただいた二次学の日常の一部ですが、他の学校、グループやメンバーの日常も実装予定ですので、お楽しみにしてください、うん、楽しみ。はい、ストーリーのご紹介をしたところで、続いてピックアップするのはこちら、イラストでーす。はい、スクフェス2の方では様々なシチュエーションで描かれた覚醒前のカードイラスト、うんうんうん、そして可愛い衣装を着た覚醒後のカードイラストが登場します。本日はリリースタイミングで実装が予定されている全39メンバーのカードの中から、うん、渡辺陽ちゃん、ショーランジュちゃん、タンクークーちゃんの覚醒前 UR カードイラストをご覧いただきたいと思います。イエーイ。はーい、じゃあまずは陽ちゃんで、どどーん。おー、あー、すみません、ちょっとちょっと、すみません、ちょっとちょっと、うちの子が、このアングルは何ですか？さすが、ちょっとお尻が、すいません。ブチブチ。いい、くびれ、いい、いいですね。はい、はい、はい、なかなか可愛いイラスト
クリルキーホルダーではないですか。すごい、はい、しかもこれ手を上げている動作なので前の9人の誰かですね。あ、かわいい、いいね、そういうのもね。続いて続いて、はいはい、クック。おお、あ、もう一人がいるんだね。後ろにすみれちゃんが、そう、かわいい衣装を作ってんの。そう、衣装かな。ということは今回のカードは、うんうん、他のメンバーも入れる可能性もあるんですよね。普通にね、映ってましたね。めっちゃかわいいじゃん。ということで、お、花尾さん、お、うわー、あのようちゃんのタイミングがもしかしたらですね、うわーっていうね、うん、リリアンさん、美しい美しいということで、はい、かわいい、他のメンバーも見たいな、ね、他のメンバーのイラストもね、うん、楽しみにしていてください。はい、ではでは続いてピックアップするのはこちら、アルバムです。はい、こちらアルバムは手に入れたカードをいつでも見返せる機能です、うん、お気に入りのスクールアイドルはもちろん、たくさんのカードを手に入れてページを埋めてくださいな、うん、はい、そしてそしてリーちゃん、あ、はい、なんか急になんか、うん、あの大きなスクリームが目の前に現れたからちょっとね あっちに集中を見ちゃったね、見ちゃったよ、いきなりなんだ、ね、来られたら見ちゃうよね、ほんとに。ちょっとタイミング考えてくださいよ先輩の優しいフォローが続きます、続きます、はい、大事なお知らせですよ。そうです、ここですごいお知らせがあります、うんうん、これまでスクフェスをプレイしてくれている皆さんのために、うんうん、はい、現在のスクフェスからカードをフォトアルバムのようなものに記録する機能も実装予定とのことです。おー、消えないってことですよね。マジよかった、でも見える、マジでよかった、本当に、はい、今までのカードは残ります。いや本当に一番結構ヒヤヒヤした部分ですよこれが、はい、結構ね、もう二度とあの子たちに会えないのかみたいなね、思っちゃいましたけど、ちゃんと引き継ぎ要素もありますと。残ります。いや、よかったマジで、これ本当ありがとね、なんかありがとね。いやでもこれはまたアルバムで見れるっていうのがまたいいよね。そうですね、振り返りますと、はい、はい、では続いてピックアップするのはガチャの演出です、はい、こちらですね、ガチャそのものではなく、ここではガチャを回した時の演出をピックアップしたいと思います、うん、なんとスクフェス2ではガチャを回した時の演出にサンライズ制作による新規の制作アニメーションを実装しているよう。なんだって新規、サンライズさん、ちょっとちょっと、私たちの知らないところでちょっと、はい、そしてここでまた嬉しいお知らせです、うん、全4種類の演出アニメーションですが、本日は、うん、その4種類すべてをご覧いただきたいと思います。いいの、いいんですか、ネタバレじゃん、ちょっとみんな大丈夫、ネタバレじゃん、できてるかなちゃんとみんな準備できてる、準備 OK って書かないと出さないよやばいやばい、本人が言ってたからみんな入れ、お、ま、マジで全てって言ってる、あ、いいんですかいいんですかとか、そういうなんてこった、全て全て全て、OK OK、 あすごいすごい、コメントの動きがすごいですもん、 OK だー、 OK できた、 OK 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 OK、 皆さんにお見せしたいと思います、うん、それではどうぞ。ほら早く一緒に見に行こう。スクールアイドルが大好きなみんな集合。みんなにもっとスクールアイドルを好きになってほしいの。出会いは一期一会、大切にしなきゃだよね。おー、いやいやいや、いやもうコメント欄が泣いてますね皆さん、鳥肌鳥肌、サンライズありがとうって、ね、いやでもこれはちょっと
ニメーションのキャラクターデザインを担当してくださっている室田さん、うん、横田さん、斉藤さんが参加してくださっているようなんですよ。やっぱり絵が綺麗ですよね。すごすぎる。私気づいちゃいました、はい、やっぱ最初のほのかちゃんが出てくるときは最後に羽がこうやって舞ってて、そう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 、うん、その次紙飛行機が舞ってて、はい、その次虹がかかってて、そう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 、その次星が流れてました。そう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 、気づいちゃった。いや、マジでこれ、マジでこれ、いや、マジでこれ、もうこの2人がさっさっさっさ、そうなんですよ、もう本当に。いやこれはもうワクワクしちゃいますね。すごいね本当に、はい、ちょっとコメントもねすごい盛り上がってるから、うん、セカンドバージョン読んでいきましょう。ドラージュさんすげー、うん、卵焼きさん、チカかわいい、ね、かわいいよ、かわいい、本当に、ね、絵が綺麗すぎる、うん、もう何回でもガチャ引きたくなっちゃう。いやそうだね、それを見たい、それを見るためにね、うん、引いちゃう。それはラブカストーン頑張ってください。いやそうね、頑張ってね、貯めようということで、はい、またですね、今回どうやら公開した演出と違うバージョンの演出もあるとか、そちらについては後日公開予定とのことなのでお楽しみに。はいはいはい、はい、いや、はい、ということでここからは今後開催されるゲーム外の情報をお知らせしたいと思います、うん、はい、まずは今後予定している駅広告についての情報です。冒頭でもお伝えした通り5種類のキービジュアルがあるのですが、今回ご覧いただいたメインキービジュアル以外の残りの4つのキービジュアルは学校グループ別のキービジュアルとなっております。おー、なるほど。ミスター YNR キービジュアル5種もあるの、いや確かにそうです、ね、5種類もあるのっていうね、めちゃめちゃ贅沢ですけど、うん、まあ、そんなねキービジュアルが見たいというあなたに朗報です。お、残り4つのキービジュアルが4箇所の駅広告として初公開されることが決定しました。駅広告すごいよ。こちらのスライドをご覧くださいな、どうぞ。はーい、あー4都市で、すごい。でも2月もうすぐですよ、結構もうすぐですよ、来週来週、大阪の梅田駅でミュウさんのキービジュアルが公開、うん、はい、そしてね名古屋駅、札幌駅、福岡天神駅っていう感じで順番ずつね1週間ごとに出ていく感じですね、はい、すごい盛りだくさんだ、これ す,、ね、すごい人はもう全部行っちゃうんじゃないですか、やばい、 いやでも旅行も兼ねて全部行っちゃうんじゃないですか。いやいいじゃん、いいじゃん、ぜひね皆さん行ってちょっと写真を撮って、うん、SNS とかで発信してほしいね。そうですね、ハッシュタグも忘れずつけて、うん、ゆうごさん、愛知、愛知とかな、地元なんだろうね。でもそうですよね、地元の方はすごい嬉しいですよね、本当に、北海道から福岡まであるということで、うん、すごい、はい、詳しいゲスト情報は後日公式ツイッターや公式サイトでお知らせさせていただきますので、はいはい、そちらをご覧ください、うん、そして駅の近くにお住まいのあなたはぜひ足を運んでお写真を撮りに行っちゃってください、うん、写真を撮ったらぜひハッシュタグスクフェス2をつけたツイートでどんどん写真を拡散しちゃってくださいね。ね、ここでフクトラさんかな、東京は、東京はちょっと、まあそう思うじゃん、そう焦んなって、うん、焦んな焦んな、大丈夫大丈夫だから、そう大丈夫大丈夫大丈夫、東京忘れるわけないじゃん、大丈夫、まあ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 、まあ、落ち着けって少々お待ち、そうたくさんね、あのコメントでも今、え、なんで東京ないの、東京ないの、なんでなんでなんで東京行きたくなっちゃうよね、うん、まあ、だいたいまず東京からとかっていうのがね多いんですけど、うん、まあまあ、はい、焦んなって本当に大丈夫だって、うん、まあね、何がとは言いませんがちょっとね、お楽しみにっていうことで、はいはい、楽しみはさ、まだまだあった方がいいじゃないの、じらしていくのよ、こっちはいいですね、はい、そして、うん、そしてそして、うん、この全5種類のキービジュアルを使用したツイッターでの事前登録キャンペーンも予定されています、うんうん、あら、おー、うんうん、はい、期間中キャンペーンツイートをリツ
ツイートするとリアルタイムで抽選が行われます、すぐに結果が出すのでぜひ皆さん参加してください、当選した方にはなんとスクフェス2のキービジュアルを使用したギフトカードをプレゼント。マジ欲しい欲しいです。はい、そう、このキャンペーンでしか手に入らない特別なギフトカードです、はい、この機会にお友達にラブライブやスクフェスをおすすめしてみてください。マジか。え、これ私たちやっていいんすか。もう遠慮なくリツイートしますよ。抽選抽選抽選、当たったら普通につぶやいて自慢しますよ。当たりますように、ぜひお願いします。はい、お願いします。今いろんな大人が見てるからお願いします。もうね、これはギフトカードをゲットしてそのギフトカードでガチャを回すといういいね。なるほどなるほど。はい、こちらのキャンペーンの詳細についても後日公式ツイッターや公式サイトでお知らせされるそうですので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、そしてさらに初公開情報ですよということで、スクフェス2の CM が制作されました。果たしてどんな CM になっているのか、気になる人もいると思うのでここで初公開させていただきたいと思います。どうぞ。あ、スクフェスですね。あれ、この曲ってスクフェスに入ってましたっけ。スクフェス2には全曲入るんだよ。君と叶える新たなライブ、ラブライブスクールアイドルフェスティバル2ミラクルライブ。おーい、キャラス2の CM をねご覧いただきましたけれども、実写はい、実写の CM はちょっと久しぶりに出てきたんじゃないですか。以前もねありましたもんね。そうなんですよ、アクアもやったりミューズさんもやったりとかありましたけど、はい、今回もということで。そうですね、かわいいな。いっぱい見たねえ、なんか過去の CM だとこうパジャマ着てなんかソファーで寝転がってたとかね、そういうのありましたけど、そういうのはないんですか。個人的に見たいやつを今リクエストされてるということで、なんかゴロリンみたいな、そのお家のタイムみたいな。じゃあ、あれだよ、うちら3人でやればいいんだよ。いいねいいですね。だって今日は大発表会で呼ばれてるし、ねえ、そういうもうやんないと、やんないと、ね、頼みますよ。やっぱもうね、ふかさんがそう言ったらもう、いや、まあでもね、このね、実写 CM がめちゃめちゃ反響が良かったらまた新しいのがね作られるんじゃないのっていう。だからこれはもうね、こう見てる皆さんの力が必要ですよ、本当に。みんなにかかってる。そう、頼むわ。で、おじいちゃんが言ってるから、え、頼むよ、頼むよって、みんな頼むわ。もう無理だよ、やってるよ。何だよ。はい、ご覧いただきました、大西あぐりちゃんと伊達さゆりちゃんの2人が出演する実写 CM ですが、事前登録期間中さまざまな場所で放映予定とのことです、ご覧になれた方はぜひ Twitter などでみんなにも教えてあげてください。こちらも Twitter 盛り上がってますよ。山子さん、あぐさゆあぐさゆ、琥珀さん、キャスト CM 懐かしい、涙が出ちゃう。本当です。あ、ダンスクさん、パジャマ CM、ずーずー、パジャマ CM 見たい。お、パジャマ着ます。もう、着ますなんてね。りーちゃんのパジャマ姿だって見たいに決まってんじゃん。本当に見たいに決まってるから、本当に偉い人お願いしますよ、はい、よろしくお願いします。ぜひこの3人にぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、続いての情報まだまだありますよということで、こちらです。ダダン、はい、月刊ブッシュロードに2号連続でスクフェス2の特集が掲載されることを決定しました。おお、すごい、2号連続。そうです、あなたの思い出の曲やエピソードを募集する企画や、5月号の表紙に登場するメンバーを投票で決める企画など大ボリュームでお届け予定です。詳細は改めてお知らせする予定ですので、ぜひチェックしてください。お願いします。はいはい、続いての情報はこちらです。ライブに関する新しいお知らせです。今年5月27日土曜日に富士急ハイランドコニファーフォレストで実施予定のブシロードロックフェスティバル2023にラブライブシリーズから虹ヶ崎のメンバーリエラのメンバーの出演が決定しました。はい、
原まゆちゃん、天王寺里奈役田中ちえみちゃんです。そしてリエラはメンバー9人全員で出演させていただきます。こちらのライブのチケットですが、スクフェス2のホームページ先行受付が決定しました、この後ですね、22時からチケット抽選受付がスタートしますので、ツイッターやホームページをチェックしてください。しかも今回声出しありでの開催ということで、野外ロックに盛り上がっていきましょう。ということで ねラブライブシリーズもついに声出しを開始しましたけれども、先ほど18時ぐらいにですね確認されまして、ラブライブシリーズも声出ししちゃうよということで、週末のライブから声出しができるということで、ちょっとねツイッターとか見せたんだけど、みんなもうありがとう待ってたよっていう。いやでもリエラちゃんもね初めて、初だからね、そう初恋だし、ね、楽しみだよね、超楽しみ、ね、ワクワクだ、私たちも楽しみですけど ねアクアさんのライブも、ね、そうそう声出し解禁されて、ゆうさん声出しだ初めて、あーそういうパターンもあるのか、そっか、そっか、来る人もね初めての人たくさんいらっしゃるだろうし、そうなんとね、今週もすぐアズナがありますから、そうだよ、ライブからもうね、ということで楽しみですね、これは。おうまるすさん、スクフェス2トレンド1位だ、よっしゃ、嬉しい。いやこれなんかトレンド1位になったからなんかあるとかないの？ないね。本当にすいません、長年やってるのにこういうところにね目ついちゃうんですよ本当に。なんかないの。えでも嬉しい嬉しい。ありがたいですね。トレンド1位。まだまだ。皆さんどしどしつぶやいてください、お願いします。はい、ツイートしてください。嬉しい情報がいっぱいですね。はい、はい、そしてまだまだ続いてのお知らせです。こちら。スクフェス2謎解きフェスティバルの開催が決定しました。イエーイ。はい、こちらスクールアイドルたちのことをもっと知ってもらうために、2月3日から日替わりでメンバーにフィーチャーした謎が出題されます。本日の生放送終了後にオープンする特設サイトで謎解きを遊べます。謎が解かれるとパズルのピースが1つずつ開いていって、ピースがすべてオープンになると次はどんなことが起きるのかお楽しみに。なお、すべての謎が解き明かされた時は豪華なプレゼントがあるらしいです。らしい。何があるんだ。でなんか結構難易度が高いらしい。だね。なんで難しい、難しいんだって、でもね、プレゼントあるらしいからね、これは、ちょっと絶対クリアあるならね。え、クイズですか、謎解きですか、得意って、得意謎、でも自分謎解きゲームめっちゃ好きですが、あ、得意かどうかは分からないです。頼む。好きだけど、あのこの反応は得意じゃない反応なの。頼むってか、りーちゃんも頑張るんだよ。りーちゃん得意じゃない。そうです、そうです。いやもうこれはもう得意じゃないし、あの私も得意じゃないです。あ、やばい。難しいもん。でもみんなで3人で力を合わせればね、まあまあその皆さんもね、友達と一緒に、ね、やったりとかもできると思うから、ね、プレゼントあるからね、これはぜひぜひやってほしいですけど、はい、ということで本日は最初のミッションとして、特別な謎が届いているらしいですね。あ、全然大丈夫ですよ。届いてるあるらしいのでね、配信をご覧の皆さんと一緒にチャレンジしていきたいと思います。まあ、ちょっとねやってみましょうよ、どういう感じなのか、はいはい、そうですね、まあでもみんなはコメントで書いてダメだよ。私たち見れちゃうからね、みんなは分かっても俺分かった、私分かったって言うだけにしといて、分かっただけね、分かっただけで頼む、誰かしら答え書いてくれ。本人がダダ漏れですが。マジで頼む、本当に一人ぐらいでいいから頼む、マジで。ここに紛れてたらね、すぐ見るから私。はい、ということでそれでは謎の発表です、どうぞ。ダイヤハートはアルファベットで書くと2、 A 単語で書くと1034、答えは1234。知らんす。ミシエさんかな。ミシエさ さん、俺分かった。いや嘘だ。嘘だ嘘だ、今出たんだから嘘つくな。これは嘘ですよ、ね、嘘つくな。信じちゃったじゃん。信じたらしい。コメントも、あ、でも分かった人多いよ。でもちゃんと分かんないはって人もいる。
よかったよかった。あ、じゃあちょっと、はい、スタートしましょう。そうですね、スタートということで、こちらあの一応制限時間は5分になってますので、結構長いね。なんか1分ごとにあのヒントを一応ね出してくれるらしいです。 ありがたいありがたいですね、うんうん、じゃあスタート。え、でもアルファベットと英語同じじゃん。え、アルファベットだと A 単語で書くと1034、答えは1234。あー、マジ私、でも A 単語で書くとダイヤとハートですよね。うん。え、でも1034は何でしょうか。ちょっとわかんないですね。あれかな、ダイヤ、ダ、ダ、あの頭、うんうん、あの頭文字を取るってこと。ダ、H。でも待って、アルファベット。アルファベットで書くとダイヤと、ダ、ダ、あ、D、あ、待って。D-I-A、 これ、A、英語の綴りが絶対わかんないと解けない問題ですか。 D-I-A、 英語わかんないの。 D-I-A、 D-I-A、 H-E-A-R-T、 H-E-A-R-T、 ちょっと待って、ちょっと待って、まだ、まだヒントまだ、待って、田中、わからない、わからない、何やねん、何やねん、怒った、怒った、怒った。それぞれのマークにはひらがなが一文字ずつ入る。どういうことだ。ひらがなが入る。え、ひらがなのマーク、それぞれのマーク、マークにひらがなが入る。え、ひらがなが入る。え、何を言ってるんですか。え、ひらがな、ひらがなが入る。え、でもじゃあダイヤ、ダイヤとハルとは関係ないってことですか。そんな関係ないですか。関係ない。単語で書く意味ある。え、もう早く2分なんないかな。もうヒント、もうヒントすぐ欲しいよ。あ、でも、え、待ってください。ラブライブシリーズの中にこの記号が関係してるメンバー、ダイヤ。でもダイヤはダイヤさんがいるじゃないですか。でもハートって一番出てくるのが誰だ。ハート。あ、出てた。ヒントヒントヒント。中に何も入ってない丸、これは O。 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 いや、英語の O、 英語の O ですよね。はい、 O。 O。 頑張ろうの O かな。違うよ。あ、ダイヤさん、あ、アイさんって言ってるよ。あれ、あ、ミジちゃんのアイちゃんね。あ、なるほどね。O。 でもスタッフさんの反応があるのこれじゃないって。なんか普通になんかローテーションで丸の部分は O。 でも答えはあ。なんだって、ちょっとわかんないかもしれないな。え、むずくない。ちょっとみんな答え返ってくんない。いや、本当にわかんない。 O。 あ、でも O。 O。 え、なんかさ、 O。 ライブって書いてる。 O。 ライブ、ライブ、アルファベットで書くと2。わかった、ね、わかったーって。わかったなら答えも書きなさい。なんなのよ。あ、ヒントヒントきました。ダイヤに入るのはあ。あ、なるほど。ダイヤに入るのはあ。なんで？あ、あ、あ、あと、じゃあ、あ、何かをアルファベットで書くと2だから、うん、あから始まるアルファベットだと、うん、R とか I とかですね。うん、だから。愛で考えたら AI になる。すごい。ライブ。だから、愛でしょ？めっちゃだから、A 単語、あ、ね？ちょっと待って待って。ちょっと待ちなさいよ。どうしたよ。ちょっと待ちなさいよ。どうしたの。ちょっと待ちなさいよ。ちょっと待ちなさいよ。こっち必死に飛んでんだから、あんた。すげえ。頑張ってね。れいちゃん、コメントで、ライブ。で書くと、ああそういうことか。だから分かりました。え、まあでも答えはあのさっき言ったのが、あ、ちょい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 、どうしよう、どうしよう。分かりましたが、しょげちゃったよ。ホーミーありがとうね、一生懸命考えてくれて。いや、だって私これあの正解が分かんないから。え、でも分かった。あのダイヤがアでハートがイだから、アイをアルファベットで書くとアイ、アイ、ああ。
愛を英単語で書くと愛を英単語で書くと愛はラブだからラブでしょ。でラブの O の部分を愛に変えるとライブになるから。わかんない、なんでやねんなんでやねん。まあ答えは分かったので、ちょっとせーので回答しますか、はい、そうですね、とりあえずね、じゃあはい、私がじゃあ温度をそれでは私たちの回答です。せーの、ライブイエーイ、やったー、本当にわかんないけど、やったー、いやー特権なんか簡単でしたねえ、シュガさん、シュガさん、いやなんかダイヤのやつがなんかアンジェって8列なんかあるんだみたいなことを言ってました全然わかんない。いや私もわかんない。わかんないよ、わかんない。これなんかちゃんと書いて教えてほしい、うん、そう全然わかんなかった。わかんない。でもね、なんかライブらしいわライブです、ライブらしいわ。ちゃんとラブライブに関連をしてた。はい、これすごいな、すぐわかった人。いや、どうやってわかってたの？すぐ分かった人。私は当ててみて、うん、ラブかライブか2つの中いい子か。愛が愛、うん、愛はラブ。あ、まあ確かにそれはわかるわ。で、そのああ丸の部分を愛に変えた、こういうこと。わあ、よかったです。2人とも分かったみたいでよかったです。分かりやすい説明ありがとうございます。ありがとうございます。さすがですよ、本当に。なるほどね、理解したわ。でも本当にこれを言われるまでマジで理解できなかった。そうなんかちょっと気難しいんだよ。なるほどね、こんな感じで結構難しいやつが出てくるのかな。ちゃんと難しかったですね、これは。結構難しかったね、しっかりとした謎解きでしたね。はい、ということで、まあ、私は正解したということなので、はい、まあ、よかったよって言うよね、はい、よかったよかったはい、ということでね、謎解きフェスティバルでのメンバーごとの謎は明日から出題されます、うん、チャレンジする際にはサイト上で解くのにかかった時間も表示されるとのことです。なんと謎解きには自信があるというあなたはもちろん、お気に入りのスクールアイドルの謎は絶対に解きたいというあなたは、明日から本格的に始まる謎解きフェスティバルにぜひご参加ください。以上、スクフェス2最新情報大発表会でした。さてさて、先ほどですね、スクフェス2でアクアの楽曲をですね、私斉藤修賀がプレイしたんですけど、せっかくなので、にじちゃん、りえらちゃんの楽曲をプレイしてみたいと思います。まあ、ちょっとね、上手い2人なので普通に見たいので、いやちょっと、はい、ということで、じゃあまずは虹ヶ崎から。はい、ちょっとですね、いろいろ選びたい曲はあったんですけれども、はいはい、ちょっと諸事情で、はい、両乱ビクトリーロードをやりたいと思います。諸事情でね、はい、ちょっとこの曲にしたいと思います。はい、わかりました。はい、本当にいろいろやりたかったんですけれども、うんうんうん、じゃあ、ライブ選択していきますね。レベル何でやるの？あ、見てなかったな。レベルは、あ、じゃあちょっと失敗したら本当にごめんなさいなんですけど、エキスパートでやっていただきますね。こうむずいよ。結構むずいですね。しかも私やったことないですよ、ランビクトリーロード。またやろうって。また、いや、やったことない。失敗しちゃうから。はい。ということで、じゃあライブ開始。オッケー。お、音が出るのかな。お、始まりました。真ん中にランジュちゃんがいますね。むず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 、やばいやばいやばい。両段水たたき、歌っちゃってんじゃん余裕じゃん。すごい。やっぱ見えないよね、これ。やっぱ見えない。
うまい。楽譜が難しい。マジナル。ああいいおすすめです。めっちゃいい。めっちゃいい。いいおすすめ。チェイン。はい。じゃあ次は？次は？リエラちゃんいきますか？ここいいんだよ。
とリズムよりさすが本命わかる、むずからの声みたいな実家からの声おすすめが おすすめは Like Lovey ですね、はいはい、ということで、ということでトーシさん、Day 1熱い熱い、見た21時なんですが、おおオラさん、事前登録だ、この生配信を見ながら事前登録してください、事前登録開始になっちゃってますよ、登録してくださいね、見終わったら、うん、まあ、こんな感じでスクフェス2どん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 盛り上げていきたいなと思っております、はい、まあ、もうすでにね21時になったということで、はい、事前登録していただけたら嬉しいなと思います、お願いします、それではこのまま行っちゃってよろしいですか、はい、ということでスクフェス2事前登録開始記念スペシャル生放送、うん、エンディングのお時間なのですが、うん、最後にお知らせです、本よろしく、はい、なんとスクフェス2の事前登録キャンペーンの開催が決定しました、やった、はい、こちらはですね、事前登録者数に応じてプレゼントが増えていくキャンペーンとなってます、9万人を超えると書き下ろしカードミラクルライブ高坂ほのか、18万人を超えると書き下ろしカードミラクルライブ坂道か、うん、31万人、40万人、50万人を超えるとそれぞれゲーム内にて使用可能なアイテムのラブカストーン、ね、こちらアプリのリリース時に2000個ずつプレゼントしますよということです、すごい太っ腹です、はいはい、そしてほのかちゃんとちかちゃんが着ている書き下ろしカードの衣装、こちらですね、昨年のスクフェスシリーズ感謝祭で実施したステージの企画で私、ホームさきなが、考えたデザインをベースにしたカードとなっております、すごい、いやーまさか私のあんな落書きがこんな素晴らしい衣装になるとはすごいね、いやー本当に嬉しいですね、ありがたい ね、残りのあのあゆむちゃんもかのんちゃんもね、どんな感じ出てくるのか楽しみでございますけれども、はい、あ、高見ちかちゃんですね、すいません、はい、18万人を超えると書き下ろしカードのミラクルライブは高見ちかちゃんでございます、はい、ね、はい、いや楽しみだね、これもでもこれラブカスト2000、そうだよ2000、事前登録者数に応じてだから頼むよ、そうだねみんながいっぱい事前登録してくれるかくれるかっていうの、2000待ってるぜ、ラブカがいっぱい手に入るということですね、はい、よろしくお願いします、はい、こちらのキャンペーンの詳細ページは本日の生放送終了後に公開予定です、楽しみにお待ちください、はい、そしてそして最後にお待ちかねのお知らせです、スクフェス2のリリース時期です、おー、リリース時期来ましたよ、こちらスクフェス2のリリース時期は2023年春に決定しました、もうすぐすぐです、すぐ、 すぐですよね、はい、各所いろんなところで頑張っております、うん、いろんな人が頑張っております、はい、春リリースだからね、4月とか、うん、そのくらいかね、まあ、春っていうね、うん、まあ、そうですね、まあ、明確な月は分かりませんけど、まあ、あの春です、春ですね、なので春に皆さんね楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思いますよ、本当にもう、うん、もうすぐ ね、 ね、始まると思うので、ね、ぜひぜひ、あっという間に、はい、楽しみになってください、はい、リリース時期はね、あの追ってお知らせ予定ですのでお楽しみに、ということで今回の特番はいかがでしたか、お二人、あーでももう嬉しいお知らせがね、うん、今ね、はい、出てきたからもうますますスクフェス2がどんな感じになっていくのか楽しみだなっていうところですね、本当にめちゃめちゃ増えました、なんか、うん、なんか
か、なんか遊べるものが増えました。あ、そうだね、はい、うんうん、すごい本当にいろんな機能も追加されて、よりこうパワーアップしたスクレー2がね始まるということで、うんうん、本当に2023年が春ということで、はい、楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思います、うん、アクアマリンさん、キャンペーンで当たるキービジュ仕様のギフトカード欲しい。わかる、あ、そっちも欲しいよね。おもちさん、うん、はい、アルバムで思い出が消えないの嬉しい。ね、そうだね、本当にそう。マッシスさん、マッスさん、うん、事前よろしく、あ、事前登録したよ。おー、ありがとう、ありがとうございます。スカイグレーさん、事前登録したぜ。品川さん、生放送見てるけど、うん、スクフェス2楽しみ。そうだね、チキさん、スクフェス2楽しみすぎる。あ、嬉しいお言葉が本当たくさんあります。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、ぜひね、スクフェス2のリリースを楽しみにしていてください。この後始まる、あ、もう始まってる、もうすでに始まってる事前登録もね、忘れずにお願いいたします。はい、お願いします。それでは今回のスクフェス2スペシャル生放送はここまで。本日のお相手はシャオラン役、ホームタキナと、渡辺陽役、斉藤修香と、タンクグ役、リーユでした。バイバーイ。